はい、こんにちは。英語の達人養成事務所、反対の晋谷ですえ。今日は前回の動画に引き続き、制読のやり方を詳しくご説明していきます。今回は制読の実際の流れをね、ステップワイステップで見ていきたいと思います。まず、ステップワンは、電子辞書と本を使って、一つずつ英文をしっかり噛み砕いていきます。 で、この本は何を使うかというと、初心者の方でしたら、こちらの基本に変える英語の本ですね。え、これがおすすめです。え、これを使って、主語、動詞、目的語、みたいなね、最低限の文型ですね。SVO をしっかり取っていくというのが、まず第一ステップになりますね。で、中上級者の方になったら、今度は、一個一個の文法のイメージまで覚えていくといいかなと思います。イメージで覚えるには、 このの億人の英文法がおすすすめですねえ僕はこれ辞書代わりに使っていてえちょっと忘れた時にですねこうパラパラ目次見ながらえもう一度確認したりしながら調べていますこれ本当にね全ての文法項目が全部網羅されているのでえ1冊にまとまっているという点では辞書的に使えますんでねおすすめです、まあ、大体この2冊があれば結構いけるんじゃないかなと思いますこの部分はね で、それでも分からない部分は当然出てきます。自分一人で独学でやってると分からない部分が結構出てくるんですね。で、その場合はネットを使って調べます。例えば、そのテキストの中にある例文を打ち込んでみて、で、その例文がどういうふうにこう分解できるのかってとこですね。ただ、一個だけネットはね、注意点がありまして、えー、情報が多すぎるということです。そして多くの場合、情報がね、違うことを言ってることが多いんですね。いろんな人がいろんなことを同じ文法項目に対して言ってるので、結構混乱することが多いんですよ。 なんか一見全然反対のこと言ってるじゃんって思えるようなことも出てくるので、えそういう意味ではね、ちょっと初心者の頃にネットを多用しすぎるとですね、結局どっちが正しいのってなってよくわかんなくなってしまうってことが起こりますので、ここはちょっと要注意です。 で一応ネット記事を使うときのコツがありまして、どっちが正しいか、どっちの方が絶対的な答えかという点で見るよりも、自分がどっちの方が覚えやすいか、どっちが自分の性格にフィットするかっていう点で覚えた方がいいんじゃないかなと思います。それがネットを使うときの注意点ですね。それでもまだわからないことが出てくると思います。その場合は次のステップに入ります。音読してみるってやつですね。 で、これ結構面白いんですが、最初紙の上で調べたり、え、パソコン上で調べたりとかしてた時には分からなかったことが、実際に英文を開いて、こう、音読、声に出していくことによって、あこれはもしかしてっていうね、そういうふうにひらめく時があるんですね。で、どこまでが主語かわからない。え、これは何なんだろうな。一体どこが動詞なんだろうな。って、全然分かんなかったのが、音読することによってね、解決することがあります。なので、 最初に100%分かった状態で音読に入るのが、まあ確かにベストではあるんですが、まずは声に出してみるっていうことが結構大事だったりしますね。で、これが大体まあ20回、30回ぐらい声を出すうちに分かったりします。あともう一つはね、日付が変わると結構ね、分かったりするんですね。え、その日にはどんなに調べても分かんなかった。何回声出しても分かんなかったのに、一回寝て、そのことから頭を離して、で、もう一回次の日、新たな気持ちでテキストを開いて音読すると、あ わかったって思う時がね、結構あるんですね。これは多分やったことある人だったら共感してもらえるかもしれないんですが、結構あるあるです。なので、声に出して読むっていうこと自体が実は文章を深く理解する大きなステップになりますので、もしね、今現状でわからないことがあっても、とりあえず声出しをして音読トレーニングを始めてみるというのをお試しください。 そして最後ですね、ステップ4。それでも分からなかったら、分かる人に聞くという形です。分かる人がすぐそばにいるんであれば、もちろんこのステップを、例えばこの辺に入れてもいいと思います。えー、電子書本で一回調べた後に分かる人に聞くでもいいですし、えー、いきなり分かる人に聞いちゃってもいいと思います。まあ、それは人によって環境が違うと思いますが、でもまずはね、自分で一回調べてみるっていうのが一番大事じゃないかなと僕は思います。えー、自力で調べてみて分かんない部分は人に聞くっていうのがいいんじゃないかなと思いますね。 ただこれもですね、100%ではないです。ネイティブの言語学者とか、知り合いにいたら多分すごい論理的に答えてくれるんでしょうけども、そうでなくて普通のネイティブの英会話のスクールの先生とかだと、まあ、そこまでマニアックな文法で答えてくれるってことはまずないですね。まあそういう意味ではですね、この分かる人に聞くってもまあ絶対的なものではないということです。でもとりあえずこの4つのステップを踏めば、ほぼほぼ答えは分かると思います。 で、これ結構ね、大事なポイントなんですが、やっぱ精読はね、100%理解した状態で行うって聞くと、どうしてもね、こう僕ら日本人は、生真面目な気質を持ってますんで、国民的に。なので、絶対一箇所もわからない部分があってはいけないみたいなね、あまりにも完璧を求めすぎると、なかなか先へ進めなくなってしまいます。例えば、 文型を取るために SVO とかね、Ruby をフルにしても、あまりにもこれがマニアックになりすぎてしまうと、なんかね、言語学者の議論みたいになっちゃうんですね。例えば一個例を挙げてみましょうか。はい、ではこちらをご覧ください。3つ例文を書きました。I want to study English.I need to study English.I have to study English.3 つあります。 ちょっとまあニュアンスは違うんですが、同じような構文です。私は英語を勉強したいです。私は英語を勉強する必要があります。私は英語を勉強しなければなりません。って3つありますね。で、これを文法的に解析していった場合、SVO を取っていった場合は、例えば i だったら主語。で、want が動詞ですよと。で、何をしたいかってこと後ろの部分をまとめて、 にしますよっていうのが一般的な多分分け方なんじゃななないいかなと思いますなんで、svo 主語、動詞、目的語。で、この目的語は動詞が来てますので、これは to 不定詞って言ってね、動詞を名詞化するなんていうふうな説明がよくされるんですね。でも、これも同じです。i, need もそうですね。sv で、to study English の部分は目的語になりますよとかっていうのが多分教科書的な分け方なんじゃないかなと思います。 ところが教科書の中では結構この I have to の部分ですねえここがですねこうされることが多いんですよ Have to の部分は助動詞ですよと主語助動詞そして study が動詞で english が目的語という形ですね SVO っていうふうに分けられることが多いんじゃないかなと思います で、これでまあ覚えてもいいんですが、まあ僕は個人的にはですね、イメージ英文法が好きなので、えー、こういうね、ルール的な感じで覚えるよりも、どちらかというと、ハブはもうこれ同じでしょうと、えー、SV と。で、ここの部分を同じように、O として捉えるっていう考え方の方が、僕は好きなんですね。で、ハブってのは持ってるって意味ではなくて、自分の生活の中にあるって意味なので、えー、私は自分の生活の中に今ありますよ。どういう状態が、これから英語の勉強に向かっていくという状態が、 ありますよっていう風うに言ってますので、I want to とか I need to とかとほぼ同じ感覚でネイティブは使っているはずなんですね。でも、これを日本人の場合だと、have to までをまとめて助動詞っていうような使い方にしているっていうのがあるので、まあそれはですね、人によって見方は違うと思うんですよ。で、言語学的にどっちが正しいか、本当はここで切った方が正しいのか、それとも have to だけ別物で見た方がいいのかっていうのは、そもそもこれ議論する意味があるのっていう風うに僕は思いますね。 どっちが言語学的に正ししいかなんてことを考え出したら多分ね一日中議論しても答えが出ないんじゃないかなと思いますなんでこういう細かい部分に関してはどっちが正しいかではなくてどっちの方が自分にとって覚えやすいかで選んだ方がいいと思います僕は個人的にはこの Have to を助動詞っていう覚え方をするよりも I have で覚えちゃってでこの後ろに To study English っていうイメージで覚えた方が僕は覚えやすいんですね この I need to study English, I want to study English と同じ感覚で使いたいんです、僕はこれをね。えなのでこういう分け方を自分の中ではしているんですが、まあ、もちろんこれを間違いだという人も中にはいるわけですよねで。もしあなたがこれを見て、いや、これには賛成できないよって思うんであれば、もうそれ全然 OK だと思うんですよ。もうハーフと助動詞で覚えた方が楽だと思うのであれば、もうハーフと助動詞っていうふうに自分の中にインストールしてしまって、で、そのどんどん先へ進んでいくのがいいんじゃないかなと思います。 で、このね、今のこの細かい議論っていうのが、この制読をするときの落とし穴というか、結構日本人が陥ってしまいがちな部分なんですね。このああでもない、こうでもないっていうね、なんか文法的にどっちが正しいのかみたいなところで、あまりにも固執してしまいすぎると、文法的にどっちが正しいのか、こっちの意見が正しい、いやこっちだーみたいな感じでね、戦ってしまうと、そもそもの目的である、英会話をスムーズにできるようになるっていう部分から、だん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 遠ざかってしまって、で、結果的に、 日本語で文法のうんちくは喋れるんだけど、じゃあ英語喋ってって言われた時に全然喋れないみたいなね。そういう感じになっちゃいがちなんですよね。なのでもしあなたが解説者ではなくて英語のプレイヤーになりたい。 流暢に英語を話せるようになりたいと思うのであれば、この制読をするときは、あまりにもこだわりすぎないように、ちょっとね、バランスっていうのを意識してもらうといいんじゃないかなと思います。はい。ということでまとめるとですね、制読の流れは一番最初に辞書とか本を使ってえ、文章をしっかり見ていきます。で、この時にあまり完璧主義になりすぎないということですね。で、わからない部分があれば、ネットで調べてで、もしネットを見ていて全然違う、 意見が対立するものがあったら、どっちが正しいかではなくて、自分がどっちが共感できるかで選ぶということですね。で、それでも分からない部分があったとしても、気にせず音読をスタートしてみてください。そして声を出しているうちに、あって分かる瞬間が来るかもしれません。それでも分からなかったら、周りにいる分かる人に聞いてみるというね、ステップで進んでみるといいんじゃないかなと思います。はい。では以上です。Thank you for watching!See you later!